2019年9月東京オリンピックのマラソン日本代表選手を決める新たなレース、マラソングランドチャンピオンシップが誕生します。マラソングランドチャンピオンシップのコースは明治神宮外苑のイチョウ並木をスタート、東京のランドマークとなる名所を走り抜け、浅草寺、雷門前へ。後半は日本橋、銀座の中央通り、増上寺や皇居前を通過、再び明治神宮外苑へ戻りフィニッシュとなります。またこのコースはスタートとフィニッシュは明治神宮外苑から新国立競技場に変わりますが、2020年に開催される東京オリンピックのマラソン競技と同じコースを予定しています。ここからはコースの詳細をご紹介します。明治神宮外苑のイチョウ並木からスタート、新国立競技場の横を通り外苑西通りを北上すると上り下りの坂が続きます。富久町西交差点を右折し靖国通り、外堀通りを進みおよそ5キロ地点の飯田橋を過ぎると東京ドームがある水道橋へと向かっていきます。水道橋交差点を右折し白山通りを南下し神保町へ、神保町交差点を左折し靖国通りに入ります。秋葉原近くの須田町交差点を右折し中央通りへ、しばらく進むと10キロ地点の日本橋になります。日本橋交差点を左折、茅場町1丁目交差点を左折、浜町中野橋交差点を左折、浅草橋、蔵前を通過しさらに北上、右手にスカイツリーが見えてくると15キロ地点の浅草寺、雷門、雷門を通過し東橋交差点を右折して南下します。再び蔵前、浅草橋を通過し日本橋を目指します。日本橋交差点を左折したところが20キロ地点、中央通りを南下して銀座へ進みます。その後新橋へ、西新橋交差点を左折し日比谷通りへ、さらに南下し増上寺、芝公園方面へ向かいます。芝公園で折り返し少し進むと25キロ地点、新橋、銀座、日本橋を通過、須田町交差点まで戻り左折すると30キロ地点になります。神保町交差点を左折し内堀通りに入り、皇居外苑二重橋方面へ、そして二重橋前で折り返し北上、神保町交差点を直進し白山通りを進み水道橋交差点を左折、外堀通り、靖国通りを進み富久町西交差点へと向かう上り坂に差し掛かるところで40キロ地点、コース終盤の36キロから41キロは高低差最大30メートルの坂が続きます。明治神宮外苑へ戻りフィニッシュ。以上のコースで2019年9月マラソングランドチャンピオンシップを開催します。